どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。ごはんさん、トランクス今日はもう帰ったんじゃなかったのか？あの、実はさっき父さんたちのところに行ってきたんです。え、どうしてまた？ごはんさんが心配してたから様子を見てきたんです。ちょっとトラブルはありましたけど元気そうでした。結構なトラブルだったよ。トラブル？はい、変な機械が父さんを襲ってたんですが僕が壊しておきました。え、母さんは無事だったのかい？はい、怪我もしてませんでしたよ。よかった、ありがとうトランクス。君が様子を見に行ってなかったら危なかったかもしれない。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。そうか、すぐには帰れそうにもないけど、母さんが危ない目に遭ってるならたまには様子を見に行こうかな。それがいいですよ。あ、君もブルマさんを心配させないように今日早く帰った方がいいぞ。はい、それじゃあ。母さんたちを心配させないためにも人造人間たちを倒して早く平和を取り戻さないとな。トレーニングルーム上から順に行ってます。ヤコンプイプイだね。レベル85、こっち250なんでダメージは、あ、受けないな。1個レベルが低いセルの時はダメージちゃんと受けたのよね。何千っていうダメージ、こいつら1じゃん。そうか、セルは1体だったけどもこいつら2体いるからなんか攻撃力が若干こう分散してる感じなのかね。弱っ。もうバーニングアタックはビッグバーンアタックと同じでさ、強すぎるんだこれ。余裕。